皆さんこんにちは。今回はヒトポーフォトオブジェクトリムーバーをご紹介します。こちらのソフトでは高性能な AI が写真から不要なオブジェクトを簡単に除去します。ヒトポーのホームページからダウンロードしてぜひ写真編集にご活用ください。ヒトポーのホームページからヒトポーフォトオブジェクトリムーバーを選択してダウンロードしましょう。インストールが完了したらソフトを開きます。画像を選択するかドラッグ&ドロップで編集したい画像を読み込みます。読み込んだ画像は左側にリスト化され、右側に大きく編集画面が表示されます。下側には豊富な編集ツールが用意されています。マウスホイールかズームをクリックで画像の拡大縮小が可能です。こちらはドラッグアイコンです。ドラッグアイコンを選択してマウスをドラッグすると画像の表示範囲を移動させることができます。スペースキーを長押しすることでも同じことができます。ブラシツールは削除したいオブジェクトを選択するのに使用します。ブラシのサイズを変更することも可能です。マーキーも同様に削除したいオブジェクトを選択するのに使用します。こちらは四角形で領域をまとめて選択できます。こちらのボタンで操作を戻したり進めたりすることができます。早速こちらの画像の背景に写っている額縁を削除してみましょう。ブラシツールで額縁を選択しプレビューをクリックします。数秒で処理が完了します。自然に額縁を削除することができました。今度はこちらの写真からこの人物のほくろを削除してみましょう。同様にブラシツールを使ってほくろを塗りつぶします。プレビューをクリックして効果を確認しましょう。きれいにほくろを除去することができました。次に画像からテキストを削除してみましょう。今度はマーキーを使って一気に範囲を選択します。プレビューをクリックして効果を確認しましょう。不要だった文字をきれいに削除することができました。最後にこちらの写真のスクラッチを削除してみましょう。少し根気がいりますが、すべてのスクラッチを選択してプレビューをクリック。スクラッチが残っている場合はスクラッチがきれいに削除できるまで繰り返しましょう。最終的にはしっかりとスクラッチを削除することができました。皆さんもヒトポーフォトオブジェクトリムーバーを使ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。